二郎さんのところのおまかせコースはコンチェルトになってる。3楽章に分かれてるんですね。もうマグロだとか小肌だとかクラシックなお寿司が第一楽章によって。 ちょうど真ん中の第二楽章のところはその日に採れたものを二郎さんが順番毎朝決めてるから、冬なら冬、夏なら夏、それしか築地で入ってきてないものをきれいに並べて。 生だったり手をかけたり生だったり手をかけたり、言ってみると即興ですよね。あ、カデンツァかなと思って。で、アナゴですとかかんぴょうののり巻きとか卵なんていうのも昔からあるもの。 それが両方にあって、音楽のごとくこう起伏があるようにうまくできちゃう。二郎さんの哲学を一緒に食べてると思うんですね。 Thank you.